皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界へ、宇宙へ、あなたの目の前のパソコンまで iPhone までガラケーは使えないという形になっております。早いですね。もうゴールデンウィークの真っただ中になりますけども、皆様いかがお過ごしでしょうか。あっという間にもう5月、そして6月ね、新年号令和になってもうだいぶ経ってないですけど、どうですか皆さん、慣れてきました？なかなかね、平成というのが馴染みがあるのでね、もう私は昭和、平成、令和でもなんかもうすごい長く生きた感じもしますけども、またね、これからどのように世の中変わっていくのかなという形にすごいね、興味持っております。というところで今日も素敵なゲスト様をお迎えしております。それでは一旦 CM 入ります。 CM どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。はい、皆様お帰りなさいませ。今日はもうマゼンタのピンクの T シャツがチラ見しておりますけれども、もう見せちゃった。いや、まだまだ、ね、ゲスト様のご紹介を差し上げたいと思います。株式会社笑い総研代表取締役、笑い声コレクター大久保信勝さんです。こんにちは。こんにちは。 いらっしゃいませ。よろしくお願いします。イエーイ。今日何回目だっけ会うの？だいぶ会いますよね。そうですよね、だいぶ会ってるんですけど、はい、まあ会った頃からね、なんかこの人面白い人かも、なんか面白い人なんじゃないかっていうことを思っていたわけですよ。やっぱり面白い人だった。だってチラッとかしたのそういうことじゃないですけれども、まあ今ね、はい、早速ご紹介差し上げた通り、株式会社笑い総研、はい、笑い総研です。不内じゃないですよ。笑いするいいでしょ。いや、笑い総研わかるけど、え、笑いをどうしてんのっていうところですよ。なんか不思議じゃない？確かに、で続きはパソコン で違うよ夫婦漫才みたいになってる。いやいや、でもなんかそれを会社名にされようと思った、はい、なんか流れっていうのあるんですか？そうですね、はい、そもそもで言うと、はい、大学の時、18歳の時に、うん、笑いの研究をスタートしたんですよ。待ってね、いいことだよ、笑いの研究って。笑いの研究っていうと、はい、まあ、関西の人とどまらず大体がお笑いの研究だと思うと思うんですね、はい、なのでそこと一緒と考えてよろしいのかしらというところからちょっと細かいですが、いいですね、はい、こんな突っ込まれることなかなかなんかね、笑いって言ったらもう今はね、M1 とか R1 とかなんかいろいろあるから、はい、そっちの方のね、ピンでお笑いやっていくみたいな。そっちはだから お笑いですよね。あ、おがつくか、ね、笑い子、僕は笑いそのものの研究ということで。あ、ははの笑いですか？そうですね。おお、ほほほでもいいんですけれども、うん、とにかくお腹からね、笑う、笑い、はい、まあ、笑顔も含めてなんですけど、うんうん、人にとってですね、笑うっていうことはものすごく健康的にもいいですし、うん、まあ、ある意味心の健康、ね、体の健康もですけど、心の健康っていう点でもやっぱり、うん、外せないものかなと。うん、そうだね、笑顔ね。で、なんでじゃあそもそもやろうかって。いやいや、そうよね。はい、それも今日聞きたかったところなんですけど、まあ、何かきっかけっていうのがありますよね。あります。これはですね、はい、60億人全員で、うん、地球のですよ、地球のね、全員で一緒に笑ってる姿を見てみたいなと、うん、おー、なるほど、思ったのが、まあ、きっかけなんですけど、はい、なんでそう思ったかみたいな感じですよね。すごい掘り下げてくれてありがとうそうそう、まあそう思うよね。漠然と思ったわけじゃなくて、絶対何かのきっかけがあるんですね。そうなんですよ。もともとは僕、政治が変わらない限り、うん、世の中良くならないと。おうおうおう、なんか根本が政治で、うん、そこが大切やっていう、なんか仕組みから、とすごい思ってたんですよね、うん、まあ、高校ぐらいから、すごいすごい、問題意識を持ってたんですけど、うん、はい、その政治とか見ていくと、うん、何がいい悪いってもう人によって違うわけですよ。そうそう、感覚も違うからね、はい、うんうんうん、だから何を基準に判断したらいいかって難しいなっていう壁にぶち当たったんですね。20歳ぐらいの時に、あ、じゃあ18や、18の時に、18の時にで、うん、じゃあそもそも人の幸せって何だろうと思い始めたわけですよ。そう
ね、幸せ人によってまた違う ね、 ね、うん、ちなさんちなみにどんな時幸せですか。やっぱりもう何こう健康で、うんうん、もう今日も朝が来たっていう健全なんか朝が来てなんか息できてるとか、まあ、今日今収録なんですけど、いいですね、いやここに元気な私いるじゃんみたいな、はい、なんかそういうのを思うし、人と触れ合うことかな、はい、いいですね、まあ、ここではもしかしたらお金とか言った方が良かったのかもしれない正解正解、そういうのがね、ちょっと欲しかったかもしれないですけど、うん、まあね、でもあるよね、でもまあ、うん、それって人によって違う、そうそうそう、で例えば今分かりやすいお金とか、うん、まあでも健康もですよね、うん、健康だったら幸せとか、お金があったら幸せとかっていうのは人によって違う、うんうん、違うね。じゃあなおさらですね、なおさらじゃどうしたいねんって思い始めた。おーおーおー、そうする、人みんなを幸せにする、うん、いい世の中になるっていうためには、うん、まだみんなちゃうやんと、価値観が、あ違う、そう、どう本当に違うよ、同じ近い人はいるけど全く同じ人って本当にいないですよね、合わないと思うね、だからこうピュアな大久保青年はまあな、はい、すいません、まあ、恋にならない独り言でまあまあ悩むわけですよ、うんうんうん、でそういう時に本当にこう考え抜いた結果出てきたのが、はい、こう人がですね、あの幸せだから笑うんじゃなくて、うん、こう笑うから幸せなんだっていう、はあ、なるほど、視点がちそう変えてみた、逆、なるほど、待てよと、幸せな時って、うん、みんな笑ってるやんっていうことに気づいたわけですよ、うんうん、笑ってるね、あそうかって、うんうん、じゃあ笑ったらええんちゃうみたいな、うんうんうん、どんな状況だろうが、あ笑えてたら幸せなのかもなと逆転の発想で、あ笑顔、あ笑い、うん、あよく考えたらただやし健康になるし、うん、60億人みんなで笑ったら、うん、みんな幸せになるもんね、周りの、なんか地球平和になるんじゃないみたいなこと思ったんですよ、うんうんうん、それがきっかけでした、はい、でもそうよね、そうよね、どうですか、おっしゃる通りだと思いますね、うん、よく笑ってだってさ、はい、そうじゃん本当に、うんうん、こうまあ、人間だから落ち込む時もあるけど、はい、そういう時って大体上向いてないとかよく言うじゃん、そうです、ね、なんか地面に何か落ちてないかなみたいな、うんうん、地面見てるやん、ね、体勢がね、そもそもなっちゃう、なっちゃうね、やっぱり落ち込んでる時ってね、はい、うんうんうん、でもなんかこう楽しい時とかはつらつしてる時ってやっぱり目線まっすぐで、そうですよ ね、 ね、本当にで口角もぐっと上がってるからね、いやいいと思う、でそこで会社を立ち上げると思うわけ、いやそこ18歳の時それに気づいた、はい、気づいて、はい、でそこからまず始めたのが、うん、笑い声を集めるってことだったんですよ、ちょっとごめんなさい飛びますよね僕の話、いいよ全然いい大丈夫ですか、すごくつながってるすごくつながってます大丈夫ですか、うん、だって笑いでしょ、はい、でも笑いってそれは見てる人がいたらいいけど、はい、笑顔してても声を発してない場合もあるけど、その逆でしょ今度、そうです、でお声研究、笑いってものの、まあ、本とかですね、うん、いっぱい読んだり、まあ、あのしてきたんですけど、うん、そもそも皆さんっていうかこうみんな笑顔っていうものは、うん、結構フレーズ使われるんですけど、うん、声笑い声って結構抜けてねって思ったんですよ、あなるほどなるほど、あんまりなんか勝手にセットになってるイメージだけど、あ、はい、そうね笑顔だ、そうね、うん、なんか笑顔プロジェクトとかは、うん、あら聞いたことある、うんうんうん、笑い声プロジェクトってあんまりないね、ないでしょ、うんうんうん、気づいちゃったんです、気づいちゃったそれでそれの収集なんかしたんか、それでまず、うん、声まず集めなあかんなと思いまして、うんうん、はい、当時は、まあ、学生だったんで、うん、男友達4人で、はい、まあ、1人をですね羽交い締めにしてくすぐる、あ、だから声が出るもんねやめてーってやめてなるなるなる、うんうん、そういうのを集めてですね、うん、音楽に乗せたりしてたんですよ、その声を、はい、歌詞のようにっていうこと、曲に乗せるっていうこと、まあ、それは、まあ、あの笑い声、まあ、コレクターって今回、ね、書かせていただいてるんですけど、はい、うん、その自分の感性で音楽に合わせて載せるんですけど、うん、まあ、それをやり始めたんですよね、はい、結構これ笑えるよなって、うんうんうん、聞いててもワクワク楽しくなってくる、はい、そんな感じ で自分が疲れてた時に、うん、その社会人になってですね、はい、これ久々に引っ張り出して聞いた時があったんですよ、おー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 、そしたらですね、うん、自分は笑ってないんですけど、うん、聞いただけでちょっとだけこうクスってなるんですよ、なるほどね、なんかイメージ湧く、はい、イメージ湧きます、うんうん、そうね、ここがなんかふっとこう軽くなったっていうか、おー、このなんかモヤモヤというか、そうですそうです、何かが、まあ、やっぱりこれ使えるわと、
気づいて、はい、それってどこかで聞けないの？あ、聞けるんですよ。そうなんで、今日持ってきてもらってんだよ、はい、実はごめんなさいね、ごめんなさいね、すごい流れうまかったでしょ今なんか1分ぐらいの曲っていうことなので、はい、今日はちょっと映像とかはないのであのこのままちょっとここからバックミュージックという形で流していただきたいと思います。大丈夫でしょうか、はい、ご準備大丈夫。それでは曲スタートします。曲スタートです、どうぞ。ということで今流れておりますか、はい、はい、これなんかベビちゃんの声から入ってる感じですか？そうですね、うんうんうん、これ自分が、うん、絵本の読み聞かせをして笑い声、いい笑い声を引き出してですね、うんうん、ちょっと録音したやつなんですけど、うん、でも本当に楽しんでるから声が出てるってことだよね。どうですか皆さん、ちょっと聞こえる？ちょっと多分薄くかかってるかもしれないですけれども、こちらの声も入りながらなので。あ、そうですよね、はい、なんかこれね、あの自分のお子さんとかお孫さんとかのものもあったら嬉しいよなとかまた思い始めて、うん、個別対応 でオリジナルの、うん、なるほど、そうだね、声、そうよね、はい、声は残せるから、そう、そこがポイントだったんですよ。そうそう、体は、はい、まあね、あの滅びていって、うんうん、絶対にこう戻っていかないといけないものですけれども、はい、まあ声とか映像はね、うんうん、残せるものになるので、もし自分のちっちゃい時の、うん、はい、笑い声の、いや聞きたいよね、聞きたいですよね、うん、ないわ時代的にすいませんっていうところで今ちょうどね、あの音終わったところになりますけど、はい、いかがでしたか。これはなんか先ほどね大久保さんも言われてた通りに、まあ、こういう今ね私たちの話し声とちょっと被っておりましたが、直接イヤホンでお耳から聞いていただくのがなんか本当にスッとしたりするということなの で、 そうですね、YouTube 上がってらっしゃる YouTube のチャンネル名は何になりますか。はい、はい、笑える笑えるミュージック、ミュージックこちらになります。笑えるミュージックこちらになりますので、こちらのメモってくださいね、番組終わってから検索していただきたいと思いますので、はい、試作品集なんですけどね。なるほど、ちょっと前半の方がクオリティは高いかなと思います、うんうんうん、まあでもなんだろうね、その、まあ、クオリティというよりも、まあ、その人の気持ちっていうか、うん、クオリティがいいからその人に響くってことでもないと思うし、そうですね、なんか 何、はい、何がポイントか分かんないよね、はい、うん、声ってね、なんか映像ってやっぱりあの高ければ高いほどすごい見た目が残るけど、うんうんうん、なんかね声ってとってもいいと思いますね。ありがとうございます。でそれで会社立ち上げたの。あ、それはね、ずっと言って、まあ、それは、うん、あのまあ、ライフワークとして続けながらなんですけど、まあ、会社自体は僕があのラフターヨガ、うん、いろんなことやってるの笑いヨガと日本ではね言われることも多いんですけど、聞いたことある、はい、うんうん、まあ、それも二十歳からずっとやってまして、へ、まあ、それでずっとこうライフワークでやってたんですけど、うん、まあ、あの本当に人の役に立つということが分かってきたので、うん、まあ、起業してですね、うんうん、あの起業研修とか、うんうん、より社会に浸透させたいと、うんうん、笑いの価値自体、うんうんうん、と思いまして立ち上げた、はい、素晴らしい。なんか何でも経験でその、まあ、よく言うじゃないですか、自分がピンと思ったこととかを自分が行動して受けに行くっていうのももちろんいいんですけど、逆に企業研修だったらの、まあ、望んでないことがやってくるわけですよね。そうですね。でもその中でこういうなんか笑い、お笑いじゃなくて笑いに関して、ま、学べるというかスキルとして自分の中に知識として入るって、はい、とってもなんかその今後に生きていくと思うんですよね。そうですね、嬉しいです ね、あの、うん、結構研修って、はい、うん、知識を覚える機会が多いと思うんですよ、うんうん、詰め込むイメージで、ね、そうですよね、うん、それをもう体感型でやれるっていうのが一番やっぱり魅力かなと思います。でこんなに簡単に実は笑うっていうのも呼吸なので、うん、実は簡単に笑える方法っていうか、おうおうおう、あるんですよね。え、ご伝授いただけますか。もちろんじゃないですか。あの割れない程度でお願いします、はい、ちょっとじゃあ私も一緒に、あ、はい、はい、じゃあ一番ね簡単なのは、はい、呼吸からやります。呼吸から、はい、腕前に出します、はいはい、で息を、ね、吸いながら腕を、うん、それは口からでいいですか。鼻から吸いましょう、はい、鼻から吸って、はい、親指を入れるね、親指入れて腕 を、はいはい、腕を引いて吸って、でちょっと肩上げて止めて、はあ、まず第一呼吸、ね、肩がすごかった私、まあまあまあ、もう一回やりますよ。脱力違うところ見ちゃった、はいはい、はい、吸って、はい、止めて、
ちょっと緩んできました、うん、ずっと緩んでる。そうですよね。ずっと緩んでる、すいません。分かってて言いました、はい、いやでもね、その呼吸って本当にあって、こういう2回だけでね、はい、多分ね、みんなこうセミナーとか行くと緊張するわけですよ、初めての先生だったら、うんうんうん、でもこの呼吸だけで多分本当にほぐれると思う。あ、だいぶ変わると思う。変わると思う。結局クリアになる。緊張しながら笑う人っていないんですよね。そう、笑えないよね。こう固まりながらいないですよね。本当に笑ってる時ってね、うんうん、緩んでる、うん、緩んでるからね。だから緩ませたら笑いやすくなる。ああ、そうそうそう、はい、そうだ、何事もそうよね。芸事でも何でも力入ってたら無理っていうから、ポイントですよね、うん、でそしてで、はい、今度は同じようにするんですけど、うん、一回僕やります、ね、はい、止めて止めて、今度は笑いながら始めます。割れてない。割れてない。まあ私それしなくても笑えてる感じする。ちょっと試しに一緒にやってみてください。はい、吸って。でもこれって多分、はい、あの初めてやる人って、はい、笑うを考えるかできないと思う。そうそうそう、だからそこ笑うって何ですかみたいな、うまく持ってくんですよね。いや、そこがこう、まあ腕の見せ所っていうか、あ、すいません、そうだねって言っときますね。いいですよ、この感じ。でも本当にそうよ、ね、逆にやりやすい。本当にそうだと思う。あの本当に力むし、なんかその思考ばっかりで考えちゃうじゃん、はい、なんかちゃんとしなきゃ、日本人の特徴、ちゃんとしなければいけない、うん、そうなんですよ、ね、あの認められないといけないみたいな、はい、もうそんなのいらねえぜみたいな感じなんですけど、でもそういうね、こういう呼吸をして、ね、声に出して笑う、これも訓練だから、はい、多分その笑わないにしても、はい、何か自分がこう挑戦するとき、緊張してる前、これを知ってればすごいリラックスできるね。もう僕日頃やったりします。いや、街中でも。でも街中だと声出しづらいんで、出さないね、バレないように。出さないね。いや、これあ、ちょっとやめとこう、これ。いやいや、でも、でも街中で ね、うん、携帯では持ってたらバレずに笑えるんですよ。あ、そうだね、そうですね、物って使いよう、ね、この辺りにしてな感じになります、はい、というところでね、なんか、まあ、あの事前にね、あの資料をいただくんですけど、もうね、どんだけ自分が好きなんだって写真があります。出します。やめてください。せーの、じゃ、爽やかでしょ。いやいや、これプロフィール写真、プロフィールですよ。プロフィール写真、ありがとうございます。プロフィールくれっつってたっけ、私よくわかんないけど。いやいや、ありがとう。違うんですか。いやいや、いいです。でもね、これであの画面で見るのと、あとまたここに大きく出ていると、お顔をね、皆様に知っていただけますので、はい、ぜひ。で、検索ね、いろいろ大久保さんへのお問い合わせとか、こちらです、笑い総研、こちらの方でご検索いただきましたらヒットします。で、お顔こちらですので、ホームページ出してる、はい、お顔同じ写真かな。あります、同じのあります。ああ、はい、なので同じのあったらね、もうすぐビビッと分かっていただけるかと思うので、ぜひよろしくお願いいたします。そして、これとかどれを先行こうかしら、全部聞きたいんだけども、まあ、うん、これじゃあ、はい、じゃあこちら行きましょう。せーの、じゃん、こちらです。はい、こちらは何の、何、これはあのインド の、うん、あのそう、インドカレー、違う違う、インド料理屋のカレー屋の店主じゃなくて、違います、あのラフターヨガの創始者、ヨガね、の、うんうんうん、あの写真なんですけど、はいはい、本場に取得しに行った、学びに行った、はい、学びに行って、すごいですね。そしてあのマスタートレーナーという、なかなか取れないやつじゃないの。そうなんです、世界で今60人ぐらいの、体すごいことになるんじゃない。そうですよ、もうこうあばらとかもすごい、クンダリーニ、クンダリーニ、そうですよ、そう、ならないですよ、クンダリーニとかできる、ヨガですけど、あのあ、ヨガは違うんだ、カタロカかツル太郎みたいにはならないです。あ、笑うね、もうこれがね、知らない人の発想ですよね。いや、そりゃそうです。うんうん、いやでもすごいね、世界に60人ってすごい、日本にもそんないないよね。日本に今9人ぐらい、日本多めなんですよ、はい、多めで9人、はい、いやでもすごい。じゃあその、まあ、レッスンと言えばいいですか、そちらの方もされてたりするんですか。やってるんですよ。おー、はい、素敵。で、その中で、うんうんうん、釣りに行っちゃうんですけど、はい、じゃあこちら出します、せーの、じゃん、ね、はい、TEDx 神戸、 TED ですよ、すごいよね。こんな目で、僕英語すごいんです。まあこの時は日本語で話してるんですよね。そうなん、この時日本語なん。この時は日本語です。あ、そっかそっか。で、ここで僕が紹介したのが、うん、まあ、ジブリッシュと。はい、あ、ジブリッシュね、はい、先日私も耳にして、あ、
覚えてくださってますか。はい、事前聴取ありがとうございます、うん、いたしましたけど、はいはい、ジブリッシュってまあまあ簡単にまあ何ぞやということを、はいはい、ということで言うと、はい、意味のない言葉を口に出すこと、全く意味がなさそうですね。ああそうなんですね。意味がないことを言葉にする。そうです、まあ、それを考えるとできない。どういうこと。出まかせの言葉を喋る。アパラチャカラペピアパペみたいなすごい、ごめんなさいね、ごめんなさいね。あ、そうか、じゃあそこに理由はいらないんだ。何もない、もう無の状態で言うってこと。まあ、そうそう、もう出まかせなんですね。これの専門家です。これの脳波測定とかもしてまして、はあ、これが実は意味がないんですけど、意味のないことに意味がある、うん、おなるほどね。まあまあいろいろ測定もされてるということで、はい、でなんかすごい事例があって、まあ皆さんがちょっと分かりやすい形だと、その介護の、そうですね、はい、これが多分本当分かりやすいかなと思います。そうですね、なんか想像もつきやすいと思いますが、はい、はい、まあ、ジブリッシュってそもそもで言う、うん、はい、言うとですね、あの3つ特徴があります。3つ、はいはい、1つ目は思考を止められる。あ、思考を止められる、はい、うん、アパラチャパカラテカペとか、まあ、言いながらですね、うん、なんか考えるってできないじゃないですか。あ、こっちに集中するもん ね、 ね、うん、なのでこう考えすぎちゃう場合は、こうこれをやるとちょっと頭休められる、うん、なるほど、うん、これ1つ、1つ、はい、で2つ目は抑圧感情を出せる、はい、うん、ストレスですね、溜まってる時に、まあまあ、ストレス、怒りとかも、そうです、なんかうってしてる、もうあいつ腹立つとか日本語で言ってたりしたら、そうそう、周りも不快になっちゃうんだよね。なっちゃうじゃないですか。どうしたの、機嫌悪いやんって。で自分もあんまり、ま、あの気が下がるよね。ですよね、うん、それをジブリして出す。パッパラネタパセンデカパッカッパラデセテペー。でもなんか怒りを出してんだなっていうのは分かるけど意味は分かんないけど、でもなんかおかしい。そう、まず一人だったらおかしくて笑っちゃうんですけど、うん、結構慣れるとね、これ、あ、じゃあそこにちょっと乗せられるんだ。出せちゃうんですよ。お、結構これを自動車とかだと一人じゃないですか、うんうんうん、そうね、結構ね、子育て中のお母さんとかは、あ、大事かも、大事、それ分かる。 それをやってほしいね。はい、そうなんだよ、ま、これが2つ目です。2つ目で、3つ目はコミュニケーション力が高まる。まあ、それで、あ、そう、これで遊べるじゃないですか。こうコミあのちょっと待てよ、ちょっと待って、あ、そうか、頭で考えちゃいかんね。これでね、会話するんですよ。すみません、僕はちょっと飛ばし気味なんで、はい、ちょっと喋って、喋れそうですか。喋ってみる、はい、いいですか。何でも出任せでしょ。普通はね、導入するんですよ、ね、どう大丈夫、声裏返って いけそう。ちょっと待って、心の準備があるので、一旦 CM 行っていいですか。お願いします。 CM 入ります、 CM どうぞ。それでは今からジブリッシュで会話をしてまいります。私初体験でございます。はい、じゃあ先生お願いします。あ、プラネスティアパーチャーピー、うん、あ、プラスティカプラテステマステパカピカピ。もう私おかしくてしょうがない。もうこれ笑いしか出ないね。で、そう、笑っちゃうじゃないですか。そう、初めだよ。で、大体流れは今前半でお聞きしましたので分かってるんですけど、出まかせも出ない。もうおかしすぎて。いい感じ、いい感じですね。いいだこれを例えばですけど、うんうん、無表情でやりますね、うん、一人で二人でやります。はい、アパラチャカパカティカパイイチャマニーカラパダベセ。これは全然面白くないじゃないですか、うんうん、でこれ例えば、あ、プロセネシティカパアパラチャカパなんかどっかの国の人みたいな、あ、ヤサメネセティカマツカパラデスティいやーパカチャマセトペテカペテうわーちゃんみたいなね、あのちょっと楽しい、何言ってるかわからないけどなんか面白いこと言ってそうみたいなこれをなんかみんなでね、うん、僕が導入してみんなが話せるように持ってくんですけど、これで会話すると、うん、ほんと楽しいし、うん、全部 OK の世界なんですよ。へー、なんか面白い。善悪もなくなるし、うん、そうね、うん、だから畜生あいつなんてことを言って、思って言っててもそんなのだって全然届かないそう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 、今日めっちゃ楽しいことあったとか、逆に言えば彼氏できたってハッピーなこと言ってても逆に言って届かないわけよ。
まあ、でも結構みんな共感してくれるんで、あ、分かってくれ、おー、パラチャパセテー、あ、なんか、わー、そうそうそう、面白い、これ面白いですもん。で、それを取り入れた、ちょっと介護がで、そう、なんかね、で、これを身につけると、うん、つまり言葉ではない部分、うん、非言語コミュニケーションの力がまあ身につくわけですね、はい、そうすると、例えば介護されてる方がですね、されてる方、はい、この感覚を身につけたことで、うん、認知症の方が同じことを何回も言ってこられる、そうですね、介護者が身につけたね、はい、介護者が、はい、時に、うん、今までだったらもうまた何回も同じこと言ってって、あ、それはね、あると思う、うん、思ってたものが、うんうん、ジブリッシュ的感覚で捉えられるようになるので、はい、その言葉の奥にあるもので、表面じゃなくて受け取れるんです。だから言葉で判断しない、その奥の心でやり取りができるようになってすごい楽になったというケースとかですね。もうそのストレスフリーになるのがやっぱり一番ですよね、はい、であと一個だけ、はい、介護されてる方に直接ジブリッシュで話しかける、うん、お、介護者が介護の方、はい、されてる方にね、う、うんうんうん、寝かしつけるとかいう時に、うんうん、チャパテステペーパーテカフェとか、あ、まあ、おやすみなさいみたいな感じで、そうそうそう、まあ感じですよね、雰囲気で言うとね、そういう方がいたんですよ、僕、おうおうおう、やってくださいって言わずにね、うん、やったら、その方がされたらね、やったら普段感触を起こしてっていう方が、うん、すー、わー、すごいね、これすごくないですか。これがね、一つ二つじゃなく今広がってるんです。でも何かが通だから言葉じゃないよ、ね、そうなんです、すごいですね。ということでジブリッシュのこのね、缶バッジをつけてらっしゃったら、はい、このお話ができる方なので、いきなり話しかけてみてください。こちらです、せーの、じゃん、まあ、これ実際すごい大きい、こんな缶バッジじゃないですよ、普通の缶バッジですからね、とか、まあこういうね、あ、そう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 、ね、これね、すごいね、まあ、こういうそのジブリッシュ私話しますっていう感じのものが広がってった世界って、うん、面白いなって、いや、おしゃれだと思います。そして世界中のお笑いの声を、まあ、集めてね、これからもやっていきますというのが写真がこちらになっております。はい、ねえ、まあ、このような感じで、まあ、笑い、ね、はい、笑い声、声を集めていったり、そのジブリッシュで、はい、非言語でお話をしていくということを、まあ、ますます広めていかれることと思いますけど、もう完全に今日やられたな、この回は感じになっております。そうですか、はい、ありがとうございました。本日は大久保信勝さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。